ぱりバトルボーイズとの活動がやっぱりずっと自分の頭の 90% ぐらい占めてて、バトルボーイズっていうのはなんか本当に自分を変えてくれた、なんか自分の夢を再確認できた企画でした。昔との違いはやっぱ意識の違いですね。ファーストの全国選抜に選ばれなくて、大阪の地方組に選ばれて、でその時に全国選抜の子たちと一緒にリリーベとかする時に自分との差だったりとかをなんか知らされて、自分も絶対ここに行きたいっていう思いが心に火がついたのがちょっと自分でも覚えてますね。やっぱりでもファーストに全国選抜に選ばれてなかったからこそ、そこで自分の意識を変えてくれたというか、そこで強くなったなっていうふうに思います。ファンの方たちがなんかすごい、自分が落ち込んでる時とかにもすごくみんな優しくしてくれて、ブログのコメントとかも絶対2回ぐらいは多分読んでるんですけど、もう本当になんかファンのみんなに支えられてここまでやってきてるんだなっていうのは本当に思うし、サポートずっとしてくれてるのに、なんか自分はなんか恩返しちゃんとできてるのかなとか、イベントとかパフォーマンスとかで返さないといけないなっていうふうにずっと思ってるので、やっぱりレッスンとか、なんか自分を表現仕方だったりとかを考えて練習しています。バトルボーイズに入ってから、まあ嬉しいことはたくさんあるんですけど、でもなんか常になんか悔しさとかは絶対あって、まあこれ言っていいのか分かんないですけど、バトルストリートができたじゃないですか。それも自分なんかめっちゃ悔しいと思ってて、自分が全然頑張れてなかったのかなとか、どうやったらなんかそこまで生きるのかとか、僕自身すごく夢というかあって、男子の歌って踊れるのユニットになりたくて、やっぱり超特急さんとかディッシュさんとかを見て本当にすごいなと思いまして、で今まで体験させてもらったことを生かして、なんかもっともっと上を目指せるようになりたいです。まあ、今の現時点の目標は7月1日トヨスピットまで自分の全力を出し切って、トヨスピットでもう自分の最高のパフォーマンスというか、ファンの方とかもういっぱいつけて、7月7日までに7月7日一番輝けるような人になりたいなっていうのが目標です。